去年のその5月の説明会から考えると120、30校舎増えてるんですかね。そうですね。うん。なんでやっぱエリアの話もちょっとね変わってきますよね。そうです。だから。今まで動画を使い回してごめんなさい。約1年ぶりの武田塾加盟説明会。はい、これは1年2、3ヶ月ぶりになるんですかね。はい。去年の5月ですからね。そうですね。なので今まで武田塾の加盟説明会を出たい、見たいという人はですね、約1年前の動画が送られてきて、それを見させられるという。そうですね、でもさすがに1年数ヶ月前とは状況が変わってきたことがあるので、さすがにもう一回撮りましょうかと。そうですね。今ちょっとメールで注釈をつけてね、昨年の5月にやったもんでみたいなことはもちろん書いて、でちょっと状況がこう変わってますみたいなのを書かざるを得ないですね、やっぱり。まあそうですよね、うん、2年前に初めて動画を撮るというで、はい、それで送るというシステムしたんですね。2年前でしたっけね、3年前かな。昔はね、月に何回かちゃんと加盟説明会をしてたっていうのはね。そうなの、5人ね、定員5名で5名揃うことってあんまなかったんじゃないかな。そうですよね、だからまあ月に何回か僕たち頑張ってましたよね、その時期はね。そうそう。今考えてみるとやっぱりね、こうコロナでこうなるとかそんなことは何にも意識してないけど、なかなかいいアイディアでしたよね。そうですよね、本当ね。状況が変わったことを伝えるのが目的なんですが、ここでちょっと重要なお知らせなんですけれども、リアルの加盟説明会をやろうと思ってるんですが、会場はできれば武田塾渋谷校の2階がですね、会議室になってるんで、そこでやるのがすぐ上のね、武田塾を案内できるんで、そこにしようかなとも思ってるんですけど、あんまり応募人数が多いと、今の時代密になってしまうので、そうですね、そこの会場だと、10人か20人だろうなって思ってるんですよね。そうですね、去年だって30人ぐらいでいっぱいな感じでしたから、間を1個空けるって言ったらもうそれで15人でしょ。そうですよね。なので、別にリアルの加盟説明会に参加されなくても皆さんは後日動画が見れます。なので参加しなくていいですね。僕たち使い回すために動画を撮るだけなんで、それが目的なんで。でも直接参加したい、話を聞きたい、校舎見学したいという方がいた場合はたくさん申し込みが来るんで、その場合は近所の貸し会議室でやろうと思ってます。それでその後武田塾の渋谷校に移動して希望者だけ教室見学にしようと思ってるんで、日付は決まってます。いつでしたっけ？7月の18日かな。7月の18日の土曜日のこの時間帯というのは決まってるんで、こちらが応募フォームなんですけれども、会場が武田塾渋谷校の2階もしくは近所の貸し会議室、直前に応募状況によって決めようと思ってますんで、それだけ許してください。会場を間違えないように直前に来る連絡、渋谷周辺っていうのは間違いないですね。そういう方式でたくさん応募が来たら近所の貸し会議室、少人数だったら、武田塾の2階の会議室でやろうと思ってます。これはどう見ても15人で収まるってことはないでしょう。コロナなのにさ、結構そのフランチャイズの資料請求来るよね。うん、これはやっぱ増えてますよね、今後脱サラが増えるっていう、そういう流れになってるんだろうなとは思いますし、去年も多かったじゃないですか。やっぱり説明会の第1回の5月のやつはパッと30、40名集まったと思うんですよね。やっぱり知名度も上がってるし、本当に5人でね細々とやった頃が懐かしいですね。去年とか一昨年のフランチャイズチャンネルで募集してもね、あんなに来たんだから、もう登録者数が全然違うからね。そろそろ2万人になるということだからね。だからそれは全然おそらくはその別会場になるんだとは思いますけどね。去年1年から、何が変わったのかっていうと、一番はコロナのおかげでプラスになるっていうね、これは人材採用のところだと思いますね。本部紹介のとことかもすごいもん。あとはね、コロナのおかげか武田塾の規模が大きくなってきたかわかんないけども、東大、東工大、一橋ともうすごい高学歴なすごい人も来ますね。だからね、これはもうそういうことで、ちょっと去年のね説明会では、そこはすごいハードルですって話をしてたんですよね。でそこがやっぱり変わりました。これからはいい人がどんどん取れる時代になってくるんで、教室長のレベルがすごい高くなって、教室長の質でこう武田塾同士が競っていくみたいな、そういう流れになっていくと思いますね。逆にそしたらオーナーの質が問われてくるみたいな感じですか、うん、だからオーナーは今までだったら我慢して使わなきゃいけないっていうのもあったけど、うん、そういうことがなくなっていくと思いますよね、うん、逆にいい人が来るからその人をマネジメントできる能力が必要になってくる、うん、そうですね、うん、去年のその5月の説明会から考えると120、30校舎増えてるんですかね。そうですね、うん、なんでやっぱエリアの話もちょっとね変わってきますよね。そうです。だから去年もね、まあ、非常にもう加盟校が増えて、まあ、メッシュがこう細かくなってきましたと、うん、で、まあ、でも今聞くとねあれ10万人でもできるかどうかみたいな話してるんですね、うん、去年は。そこから1年経ってねもうこれだけ変わってますから、まあそうですよね、うん、この2点は大きく変わった。その他細かいところも触れたいと思いますけど、おそらくね本当にやる駅があるんですかねみたいな感じの思ってる方が一番多いと思うね。ここがやっぱり武田塾のまあ参入障壁なんだとは思うんですけど、フランチャイズの場合なければいけないものぐらいに僕は思ってですね、参入障壁が何にもなくて誰でも OK みたいなそういうのはねやっぱ怪しいんですよ、うん、一番最初は何の実績もないからうまくいくかいかないかわからないってとこから始まってるわけですよね、うん、名古屋だって梅田だって空いてる時期があったわけですよ、うん、その時は本当にこれこの通りになるの、うん、いや分かりませんっていうね、これかなりの障壁ですよね、入る側からしたら、うん、実績がないんだもん。うまくいくかどうかわからない、まだねたくさん店舗がないっていう障壁と、今300校舎あってエリアがないっていう障壁だったね。初めの方が障壁高いよね。そうですね、フランチャイズに限らず何でもそうですね。その後メリットを得ていくものっていうのは必ず参入障壁があるんですよ、うん、今は確かにこうエリアがなくなってきてるように見えるわけですね。本当にないのか、いやこれからまだ800、1000になっていくっていうシナリオもあるわけじゃないですか、うん、そこがどう考えられるかっていうところだと思いますね。そうですね、加盟説明会ね、今パワーポイントを見直してるんですけどまあやっぱ生徒単価は65,000円ですっていうね、ああそれは上がったもん ね話してるんですけど、まあ、最新の単価を見るとね、まあ、全然違うわけですよね、うん、だから損益分岐点は約15人ですよっていうところがまたそれも変わってきちゃうんですよね、掛け算するとね、うん、でもまあ15人でいいかなっていう気もするんですけどね、まあ、なんだかんだ支出変わるし、あとは武田塾ってその時はグループ年商が30億ぐらいだったりした時のパワポがあって、うん、説明の時に使う資料ですね、うん、でよくそこでね、まあ、武田塾なんてすごい伸びてるように思うかもしれないけれども、年商30億ぐらいっていうのは実は美鈴学園と同じぐらいのサイズなんですよ怒涛の英語のですね、よく大和武の広告あるでしょみたいなのを面白く使ってたんですが、まあ、ちょっと今ね70億100億とかになっちゃったんで、うん、ちょっとねどこと同じぐらいの規模なんだろうって今からググらなきゃって思ってるんですよね。そうですね、うん、今年はまあこれコロナがなければ確実に100億って感じでしたよね、うん、そうなんですよね。まあ一か分かんないけどね、これから、うんうん、ちょうどその説明会がある時の直近の全校舎の入金額をですねまあ紹介してるんですけど、最新バージョンに変えればいいですかね。そうですね、皆さんよく見てくれてますよ、うん、まあさすがに全部出してるからね、まあそうですね、だからそういうフランチャイズもあんまりないと思うんで、うん、だからこんくらいの校舎もあるんだよ、それでもいいっていう気持ちですね、僕からね、うんうん、あとは今回あれだね、一番難しいけどちゃんとやりたいのは不振校だね。あーそうね、うん、だから今まで言ってたK校もねオーナーチェンジしちゃったら良くなっちゃったから、うん、うまくいかなかった校舎の事例ということでK校というのはね登場するんですけど、はい、どこにしますかね今回ね。まあK校でもいい、まあK校の最初の1年目から3年目までっていうね、こういう感じだったっていうのは一つ歴史として、うん、話をしてもいいと思いますね。不振校事例を頑張って3つぐらい探す、うん、まあこれはねこのチャンネルでもね紹介しましたけども、起業バカのね成功する人は失敗から学ぶというね、うん、やっぱり失敗事例はやっぱり武田塾でもこんな感じだとこのぐらいしかうまくいかないっていうケースもあるんですよっていうような話をした方がいいんじゃないですかね。3つぐらい紹介しますか、うん、そこはちょっと手厚く紹介したい。まあねK校もね、うん、一昨年の動画と去年の動画ではねやっぱりねちょっとトーンが違うんだよね。去年はやっぱりもう話す時点でまあまあ良くなってたから、そうねなんでその辺ねやっぱりトーンが林さんともねなかなかオープンなもんでトーンが違ってたなというふうには思いますね。なるほどね、うん、じゃあ不振校の説明を今回は手厚くしたいと思いますが、まあ、こんなことを言うのもなんですけど、どこの校舎の話をしようっていうぐらいあんまり目立ったところがないので、まあ、そこもちょっと考えていきたいと思います。なので、約1年ぶりの武田塾加盟説明会、はい、こちらの URL ですね、やっていきますんで、もし希望の方参加しなくてもいいんですよ。後で見れますからね。ね、全然直接来たいという方はこちら申し込んでください。お願いします。はい。